点について、質問させていただきます。なにわ水産の計画は、南海の新今宮駅、からですね、地下に入り込んでですね、その大阪市内の、なにわ筋というですね、道路の下をずっと、北上していって、そして、新大阪に当たるということで、この、なにわ水産は平成26年度の予算で、調査費用が計上されております。まあ、これは、関空アクセスということで位置づけられているということでですね、今のところは南海本線からの乗り入れが検討されているということであります。資料を見てください。この資料はですね、南海本線が上でありまして、下は、南海高野線であります。まあ、実は、岸の里多摩で付近からですね、難波まで並走しているわけなんです。まあ、これを見せると、大体僕が次何言うか、大体、知事も分かっていただけるかなと思うんですが、並走しているということはですね、で、新今宮から降りるんです。そしたらですね、高野線も降りようやないかと、これやっぱり我々思ってしまうわけなんですね。で、その、この、高野線か、この新今宮駅で入っていくということでですね、まあ、いずれ、入っていけばですね、線路容量の問題もあるか分かりませんが、まあ、新大阪からですね、まあ、もしもそれが実現できればですね、世界遺産のですね、高野山までですね、特急高野号なんかできればですね、非常にいいし、で、また、本線の方は、海にも行く、関空も行く、そして、仙北高速鉄道も行けるんじゃないかな、というような形を思ったりするわけなんですが、なにわ水線のこの具体化にあたってはですね、こうより多くの人に整備による効果を感じてもらえるようにですね、関空アクセスのみの視点ではなく、この大阪府域全体、さらにはですね、関西圏での鉄道ネットワークを見据えて取り組んでいく必要があると思うのですが、知事どうでしょうか。知事、松井一郎君。なにわ水線は公共交通戦略に位置づけた4路線の一つとして、これも、関空アクセス、これはやっぱり強化というところを、これをまず主眼においてですね、まあ、それだけではないんですけども、これは主眼に置きながら、やはり、日本各地への、移動範囲の広がり、こういうものを生み出す路線として、重要な路線だという捉え方をしなければならないと、こう思っております。大阪として、大阪市や鉄道事業者と、このなにわ水線の早期事業化に向けて取り組みを進めていきたいと。今後、様々な検討を進める中でね、提案、議員から提案ありました、南海高野線からの乗り入れの可能性も、そういう様々な提案の中の一つであるということは、認識しております。森和富君。まあ、関空アクセスが、軸足を置くということは僕もわかるんですが、ぜひですね、この、並走しておりますのでね、その提案をお願いできればなと思っております。で、次に、まあ、この関空アクセスなわけなんですが、まあ、このなにわ水線もですね、26年度から、まあ、話し合いが始まるというところでありますので、この実現に向けてはですね、やはり少し時間がかかるんではないかなと思うんですが、今すぐにですね、僕は取り組めることがあるのではないかなと思います。私の知人でですね、よく日本に来られる方が言うんですが、関空についてですね、で、ついて、大阪市内に行くときに、非常にその、なんちゅうんですか、きっぱい、その、鉄道代がですね、その要するに、半端が多いわけなんですね。一応言いますと、JR のはるか、これがですね、関空から天王寺まで行くと、自由席で1660円なんですね。で、指定席なら、2170円。で、なんかのラピードであればですね、関空難波が1390円。もう非常にこの半端なんですね。これが日本人にとってはですね、非常にこの割安感が出るために、あえてそういうふうにしてると思うんですが、実は海外から来る個人のお客さん、バックパッカーの方々はですね、この支払いが非常に難しいと。このポッキリがいいんだと。ポッキリ。で、その、
実は香港ではですね、片道がですね、100香港ドルなわけなんですね。1枚でこうポッキリなわけなんです。まあ、これをですね、ぜひ鉄道会社の方にですね、これは海外から見た感覚なんですね。日本人の感覚ではなしに、海外からのお客様の感覚をとらまえているというところでありまして、もう一つがですね、イギリスのヒースロー空港はですね、この、空港に来ている鉄道会社と同じ会社が運営しております。だから、発着に合わせてですね、その着便が多いときにですね、フライトが多いときに、特急とかその電車を多くダイヤに入れているということなんですが、今のところ JR はるかはですね、大体日常多いときも少ないときも、そんなに大きな変わりがないということであります。そしてもう一つ、これは外国の皆さん方が非常に分かりにくいことでありまして、特急に乗るときですね、特急券と乗車券とこれ2枚になる。これがよく分からないらしいですね。で、できればですね、1枚にしてほしい。で、もっと言えばですね、全席、自由席にしてほしいと。乗って空いてたら座りたいんや、ということでありまして、我々日本人の感覚であればですね、指定が取っとこうが安心感があるということもあると思うんですが、海外の皆さん方においてはですね、こういった形で、特に、個人の、利用される方や、またバックパッカーの人、まあ、今年度大阪府ではですね、フリー Wi-Fi を、広めていただいていると聞いておりますが、まあ、こういったことも非常に、私は、その方々にとってはいいことだと思います。だからですね、日本人にとって、この当たり前とされていることがですね、それをもうちょっと工夫してですね、海外の皆さん方に、この優しい、日本一優しいですね、関空アクセスになるということを目指すことが、それがですね、日本人としての、私は、おもてなしになるんではないかなと思います。府として、交通事業者や空港会社と連携して、外国人の方々の視点に立って、さらなる関空アクセスの改善を進めていくと思いますが、政策企画部長にご所見を伺います。政策企画部長、新井淳君。関空のアクセス利便性の向上につきましては、これまで関西の自治体や経済界で構成する関西国際空港全体構想促進協議会として、アクセスコストや低廉化、あるいはアクセス手段の充実等に取り組んでまいったところでございます。その結果、近年、関空から関西の主要都市に1000円前後でアクセスできる格安切符の造成や、LCC に対応したリムジンバス等の深夜早期便が、早朝便が実現するなど、一定の成果が現れてきております。また、訪出外国人への対応につきましては、一定エリアの鉄道の乗り放題チケットが、海外の旅行代理店やインターネットであらかじめ購入できるようになるなど、民間独自の取り組みも進みつつあります。インバウンドの一層の取り組みを図り、観光ハブ化を進めていくためには、先生お示しのとおり、外国人旅客にとってのアクセス利便性をより高めていくことが重要であるというふうに考えております。そのためには今、いろいろご提言いただきましたけれども、外国人旅客の方々のニーズの把握を、に努めることがまず必要であろうかと考えております。今後とも交通事業者や新関空会社はもとより大阪観光局と関係機関とも連携いたしまして、そうしたニーズの把握にお勧め関西促進協の取り組みを通じまして関西アクセス観光アクセスの一層の利便性向上に取り組んでまいります。森和富君。まあ、今の提案はですね、非常に各鉄道会社の経営に関わることですのでね、まあ、慎重に進めていっていただきたいんですが、ぜひともそういうような形でポッキリをお願いしたいなと思います。まあ、最後にですね、一句読まさせていただきたいと思います。面白きこともなきよう面白く。動けば変わる、動かずは変わらず。ご清聴ありがとうございました。